はい、はい、質問コーナーですね。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃ今日も質問来ております。はい、今日もお疲れ様です。ありがとうございます。家庭で作れる、スーパーの材料でできる、日持ちする、子供も食べれるドレッシングレシピあればお聞きしたいですというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お子様が食べれるってことで、フレンチドレッシングをベースにしたものなら食べやすいんじゃないかと思って、でフレンチドレッシングっていうのはマヨネーズをちょっと入った玉ねぎのすりおろしたものを入れて作ったビネグレットソースですね。それをちょっとここで簡単にやって、そのアレンジしたものを実際やってみようと思います。では最初に塩コショウある程度入れといてもいいです。玉ねぎのすりおろし35g、それとあとマヨネーズ、これ分かってるので、マスタードも入れますね。マヨネーズが8でマスタードが2ですね。酢がだいたい30から40、もう酢はあるものでいいと思いますね。あとリンゴ酢とかね、お子様だといいのかもしれないですね。あとここに油を入れていきます、ね、今日はじゃあオリーブオイルで入れていきましょう。これを 250cc、 油以外のものを合わせたら油を少しずつ入れていく感じですね。こうやってこう糸引くように入れた方が分離はしづらいですね、まあ、マヨネーズもこれは一緒ですね。であとは塩コショウの味を見て、これをベースにしていろんなものを作れると思うんですね。で今日はこれに醤油とか入れて和風のビネグレットソースを作りたいと思います。材料はですね、生姜をおろしたものとニンニクをおろしたもの、あと醤油とごま油とレモン汁以上で、まず生姜とニンニクですね、と醤油ですね、でごま油、あとはレモン汁。うわ、爽やかな香りが非常に、ね、いいですね。そうですね。すごく日持ちもすると思います。普通に冷蔵庫で保存すればいいですか？そうですね、1週間ぐらいは持ちますね。はい、これが和風ドレッシングです。はい、完成です。次、みんなが喜ぶサウザンアイランドドレッシング、これはマヨネーズベースですね。マヨネーズここに入ってます。ここにだいたい 200g 入ってますね。でここにはまあケッパー、オリーブ、あとピクルス、パプリカの赤とピーマンですね、あとセロリとケチャップですね、あとこれパプリカパウダーです、ね、あとレモン汁、こういうのを入れていきますね。混ぜるだけ。全部入れちゃって混ぜればいいですか？はい、もうマヨネーズ自体がねつながってるのでね。うわ、もうこれでみんな見たことあるような。あと塩コショウで味を整えます。これお子様大好きですね。エビフライとかでもいいと思うね。あー、いいですね。悲鳴がはい、完成です。どうぞね、参考にしてみてください。参考になった方はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。